チャンバン・フォン・チャン、バン・フォンは、南ベトナムの政治家、首相職と大統領職を歴任した。メッコン・デルタ・ビンドン省の貧農の家庭に生まれ教師を長く務めた。1954年に、サイゴン市長に選出されるも、1960年に、個人ジェム政権批判の容疑で逮捕、投獄される。ジェム政権崩壊後の1964年に、サイゴン市長に復帰。 11月には、グエン・カーンの商用によって首相に就任するが、1965年1月に、グエン・カーンが、グエン・バン・チューや、グエン・カ・オキラ少将将校のクーデターで失脚すると、国家元首のファン格数によって、首相を罷免される。1967年の大統領選には、軍部の厚い指示を受けたグエン・バン・チューとグエン・カ・オキに、対抗する形で出馬するも敗北。 一時は野党的立場で活動するが、グエンカオキ副大統領の勢力伸長を恐れた、グエンバン中によって1968年5月に再度首相に指名。1969年9月まで務めた後、1971年10月には、グエンカオキに代わって副大統領になった。最後んか直前の1975年4月21日、グエンバン中は、 大統領職を辞任し、チャンバンフォンにその座を明け渡した。チャンバンフォンは、グエンバンチ中を中華民国に出国させ、北ベトナムとの和平会談を求めたが停戦を実現することはかなわなかった。大統領就任からわずか1週間後の4月28日、解放戦線側の中政権、関係者排除要求により、チャンバンフォンは大統領を辞任し、 ベトナム共和国の幸福活動を管轄していたズオン万ン民司令官に大統領職を引き渡した。直後の再後の落に際しても亡命せず残留する。その後は自宅南近下に置かれ余生を送った。ありがとうございます。